いやもう今週花火大会をね、結局俺間に合わなかったんだよな。何の？山梨の方にあったんですよ、うん、あ花火大会。ああの、あの日ですよ、東京が中止になった隅田川。隅田川が中止。あれ違うとこでもやってんだ。そう、あすごい、俺急いで仕事終わりに急いで行ったんだけどさ、まあ、間に合わなかったけど、まあ、すげえ大雨だったけど、まあ、そこら辺はやギリギリその花火大会の花火が行われた時には雨が止んでて、もう行われて、で花火が終わって俺到着して、その、まあ、別荘のところだけどね、涼子さんのところね、でまあ俺の友達とかも来てて、俺いないけど、もうみんな仲いいから、みんなでなんかもうやってるわけよ、パーティーみたいな、外でちょっとこう、そろそろもう俺行った時、行った時には犬が、うちの三章が、行方不明になってて、山梨で、山梨で、まあ放し飼いしてるの向こうに行くと。あ大体で、まあ、犬、まあいつも家で飼ってる犬だから、そんな外に何だろう、放し飼いにしてても、そんな遠く行かないんで、怖がっても。ああ、なるほど。大体家の周りをなんかうろちょろしてるテルなんだけど、後で聞くとなんかやっぱ花火の日って迷子になるらしいね、やっぱ犬もわけわかんなくどっかすごい変なとこ行っちゃうんだって。犬もってどういうこと？犬もっていうか、犬がね、犬はその花火大会があると怖くて、もう変なとこ行っちゃう。音がうるさいから。そう。ポンポンポン。普段ではありえないような場所に行っちゃうことが多くて、そういう迷子の届け出が多いんだって、その警察とかにも。へえ。まあそれ後で聞いたんだけどさ、でその時はもう那穂もね、はもう。それいなくなったの知らずに、温泉に行っちゃったの、近くの温泉があって、でもう俺の友達とかがいて、でマールがいて、みんなでなんか俺が到着した時にもう探しててさ、三章がいないっつって、うちの犬のね、で森の中でしょ、森がもう家の周りは森なのだよね、大変だよね。でまあ、俺が来たから安心だよっつって、俺もうそんなのうちのはそんな行かないんだから、それ呼べば大丈夫だよっつって、で俺が三章三章っつっても全然言わないわけ、言わないわけ、言わないっていうか全然こう吠えるっていうか、なんだろうな、こう反応がないと、ね、返事、まあ元から返事は今までしたことないんだけど、大体来る感じ、ワンとか言うの、ワンって今まで言ったことないんだけど、なんかイメージ的に迷子になったらワンって言いそうじゃん。イメージだから、イメージの話ね。こっちのイメージはね。ああ、ワン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 ってかけてくるのがよく漫画とかそういうの見るじゃない。でも今までそういうことは一回もない、ね。一回もない。ないの。だって迷子になったことないし、吠えたこともない。だいたいね、犬を呼んでワンワン吠えるってあれなもんね。まあね。そう、まあ言えば。来るんだよ普通犬って、でご飯だよとかそう嘘つくとさ、ご飯って響きに弱いでしょ、犬ってよくわーって来るじゃない、ね、ですごいそれで誘ってんだけどさ、全然来なくて、結局どのぐらいだろう、3時間ぐらい、捜索ですよ、まあ、俺が来る30分前ぐらいにいなくなってるらしくて、俺が来てから1時間いなくて、でやばいってなって、ですもうマールはもうすごい現場監督のように、その場でもうみんなにさ、探しなさいってみんなに指示出して現場監督っていうのはよく分かんないけどまあまあ自分は探さないんだけど、あの暗いし外、怖くて、家の中でずっと、探しなさいよって、捜査官ね、現場監督じゃないそう、司令官だよ、偉い人ね、そう、でもあれ現場監督って工事現場のまあそこで指示出す今、勝手に思っちゃったんだけど、まあ似てる感じでしたと、で全然マールはもうそう、あ、まあ、からあの探さずに、で周りにこう指示出すんだけど、俺とそのおもちゃで遊ぼうって言い出したりして、俺はおもちゃで遊んでたの、三章はもう周りに探させてだって俺が呼んでも全然来ねえんだもん、もう無理だと思ってさ、まあ
で、ナホもいないしね、ナホがいればまた状況も変わるだろうと思って、まあでも遊んでたけど全然1時間以上経っても来ない、いないから警察に電話しても、おう、もうその村のね、で届け出出して、警察も市役所にも電話した方がいいっつって、はい、こんな夜遅くに市役所とかやってんですか。犬がいなくなったっていうのは警察に届けるもんなんだ。そうよ、そういうのあんだって。あるんだ。でちゃんとそういう特徴言って、うん、で届けて、うん、で市役所も連絡してくださいっつって、うん、でもう市役所に届けなければ、うん、もう多分ね1日使う処分みたいになるんだって。そのはっきり言われてさ、処分ですかって。見つかった、うちのチワワ、チワワだよ、チワワ処分っておかしいじゃん、いるわけないよね山の中に。そうだよ、絶対飼い犬だよね。で首輪してますかって、してないの、そんなもん。チワワに首輪しないじゃん。いやそんなことはないよ、別にする人はするか、うん、だって散歩するでしょ。散歩するか、うん、そっか、まあうち放し飼いだからさ。で洋服も着てんだよ、緑色の洋服も着てるし、うん、でも市役所にも連絡して、うん、でもう洋服着てるチワワがうろついてて、それを市役所が見つけたら、殺しちゃう、殺処分ってこと。処分、処分、殺処分っていうか処分。え、本当連絡しないとそうなりますよ。なんで俺がなんで、お相手を探す、うん、警察から言ってくれればいいじゃんと思うのにさ、うん、ね、届け出俺出してんだから、うん、そしたらそっちでお願いしますって言われて、へえっつってなってさ、でまあ、だね、だけどそれは話し飼いにしてる、まあまあこっちもお前たちが悪いんだけどね、悪いんですよ、大迷惑な話だけどね、そういう人たちは本来、まあね、本当はね、うん、花火、特に花火なんてね、そうだよ、こんなうるさい時に、そうだよ。でこれはでも奈穂とか お風呂から帰ってきたらもうさ、うん、やばいんじゃない、パニックなんじゃないかと思っても、うんうん、そんないなくなったっつって ね、うん、でも帰ってきた、うん、帰ってきた時にはもう冷静に、うん、もう私が帰ってきたんだから大丈夫っつって、うん、もう俺と同じセリフを言ってたんだけど、うん、でまあナホが普通に三章三章っつっても、うん、まあ全然最初は言ってないんだけど、うん、なんか最初言ってない言ってないって、まあ最初も最初言ってないんだよ、ね、最初もワンワン言わなかったのね言わないで、うん、まあ、言ったことはないのよ最初も、ね、そのワンワンって、うん、ね、うん、でいろんなほとこ行って三章三章言って、うん、もうなくて大雨降ってきちゃって、あら最悪だ、もう吠えたとしても聞こえないぐらいうるさいの、そうそう打ち切りだよ、そうそう打ち切りになるやつだ。でももうこっちとしてはさ死んじゃう可能性もある、14歳だし、いやーやばい、もう老犬だから、うん、もう寒いしね、うん、そのね、田舎だから、うん、もうやばい、これはどんどん行かなきゃと思って、もう無理してもう、うん、みんなカッパみたいに来てさ、うん、行って、うん、で森の方もうねちょっとね険しい森の方があるのね、うん、そこでは絶対行かないような、うん、まあ、俺らはね行かないけど、うん、まあ、三所も行ったことないようなところなんだけど、うん、そっちは険しすぎて、うん、崖とかだから、あ、でそっちも行かないだろうと思ってそっち行って三所っつったら、うん、5秒ぐらい空いて、うん、あんっつったのあんっつったのよ、あ、うん、あん三所だと思ってあんっつったの、そう、うん、でそっちの方行くんだけど、真っ暗だから全く見えないわけ、ああ、そっか、夜だもんね、真っ暗なのよ、もう、うん、怪獣連と思ってんの、怪獣連と思って行って、うんうん、で怪獣連でやってもさ、この一部分しか映んないんだもん、怪獣連だね、うん、でもうそこで、端からその森を端から1センチずつこう動かしていくの、あ、う、あ、ん、もうなるほど、あんまりバン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 急いで動かさないで、そうずっと照らし続けるね、ゆっくりパノラマ写真を撮るように、そうそう、崖の下をね、うん、森の崖の下をずっとやってって言ったら目がパーンって光って、うん、その怪獣連です、はあ、だ多分ね崖呼ばれて崖をちょっと登ろうとしたけど、うん、それで落っこちて、え、落っこってまたアンって多分声が出ちゃったんだよね、はあ、でそっからもう救出作戦で、はあ、で俺が降りて崖の下にいたんだ、崖の下もう5メートルぐらいかな、崖の下もすごい枝とかがもう木とかもすぐあるから、埋もれちゃって動けない感じなの、もう、あ、本当にそこ見つからない、うん、死んじゃうじゃん、いやもうほっといたら死んでたよあれで、へえ、もうやっぱそういうふうに呼ぶことは大事なんだなっていうことを
そういう話です。最終的にちょっと返事した話なのね。そう、返事した話です。あ、いや、なんか木曜ジャンク、アゲアギのメガネビーキー。